カムラ・パサード・ビセスさんはトリニダード・ドバゴの政治家。2010年5月26日に同国の第7代首相に指名され、初の女性首相となり、2015年まで在任した。統一国民会議の代表として、2010年の総選挙に向けて結成された4党からなる政党連合、人民のパートナーシップを率いる。女性として初めて、 トリニダード・トバゴの司法長官や野党院内総務、首相を務めた、シパリア出身。西インド諸島大学、イギリスのノーウッド工業専門学校、ヒュー・ウッディング法学校で学び、教育学と法学の名誉学士号を取得。2006年、トリニダード島のアーサー・ロック・ジャック経営大学院から、経営学習士号を取得した。 1995年からシパリア選挙区から国会議員に選出されている。同年、ラメッシュ・マハラジ司法長官の代行を務め、マハラジが党を離れた2001年にも再任された。2000年12月22日に発足した統一国民会議政権では教育省に任命された。2006年4月25日、パサード・ビセス,スさんは多くの野党議員から 野党院内総務就任の指示を受けた。ジョージ・マックスウェル・リチャーズ大統領は、ロンドンに保有していた銀行口座を適切に申告しなかったとして、バスデオ・パンデーが有罪判決を受けたため、野党院内総務が不在であるとの声明を出した。バスデオは上訴したが、翌日、パサード・ビセスさんは、野党院内総務に指名された。2010年1月24日の、 統一国民会議代表選でパサード・ビセスさんは、闘争設者のパンデーを破って当選した。2月25日には、アンクの国会議員の指示を受けて、正式に野党院内総務に指名された。2010年5月24日の総選挙は、選挙の前倒しに打って出た与党の人民国家運動を人民のパートナーシップが破り、政権交代が実現した。パサード・ビセスさんは、 女性で初めて同国の首相とイギリス連邦の議長となった。2011年10月28日の英連邦首脳会合で議長職はジュリア・ギラードに引き継がれた。夫グレゴリー・ビセッサーとの間に一男がいる。彼女は私はバプティスト派の洗礼を受けましたが、特定の教会に所属しているわけではありません。ヒンドゥー教徒でもありますし、 バプテスト派でもありますと述べている。2011年8月、政府公館は、パサードビスサーはデング熱に罹患しており、今後は、医師の監督下で職務を続けるつもりだと声明を発した。ありがとうございます。